私たちロックジャポニカが12月12日に発売するニューシングル無限のコンセプトはですね、メンバーごとに違った曲調のソロ曲があったり、まあ、衣装もこんな感じでね、全員コンセプトがバラバラなんです。そんな私たちですが、様々なジャンル、そしてたくさんのアイテムを扱うトレファクスタイル調布国領店さんにお邪魔しています。商品点数はなんと4万点、都内最大級の古着屋さんです。はい、そして私たちがトレファクスタイルさんで5000円で好きなお洋服を見つけ出してコーディネートしちゃいたいと思います。イエーイ。今まで見たことのない私たちの新たなスタイルが見れちゃうかもしれないですよ。それじゃあ5000円コーディネートしちゃうぞ。あいつもさ着ないような感じがいいよね。確かにいろんなのある、いろんな種類。980円で安い。嘘でしょ。280円。嘘でしょ。これ超悩む。めっちゃあるよ。でっか、ね、アンポンの顔より大きいね。あでっか、何それ。この中方面に行きます。このコーデ可愛いからマネキン買いしちゃうかな。なんかマネキン買いするんです。めっちゃマネキン、マネキン買いしかしない。え、楽しい。あ、ミー可愛いよ、このニット黄色で。ほんとだ。3900円。サンキュッパです。サンキュッパです。これ、候補です。可愛い、みーちゃん候補。これめっちゃ可愛いと思う。でかい、でかい、ブカブカ好き。見てください、280円ですよ。グッドプライス。この曲300円より安い。説明深い。アイフォンカメラ。彼女ってデートマウスの動画。イエーイ。激安。280円越しのみ。私が280円。安いから。上の階の。上の階気になった。行く？上も可愛い。これも可愛いね。確かに。古着屋さんって楽しい。いろんなお洋服ある。可愛い、このショーツめっちゃ。本当だ。大きくて。え、安い。2000円しないで買っちゃう。可愛い、似合ってる。いや、アミコン持ってなさそうな色合いじゃないかな。え、480。どれが80万？え、アイフォン。これはこれ。見られちゃった、チューしてる。これ私でも合うかもとか考えて。確かに、女性も入れとこう。280円。コーディネート決まりました。イエーイ。お楽しみに。はい、次は私たち3人がコーディネートしちゃいます。レッツラーゴー。行ってきまー。行ってきまーす。ね、私古着屋さんあんまりじゃない、一回も行ったことない。可愛いなって思ったのを撮ってこうと。なるほどなるほど。ルンパーコンセプトあるの？ないですね。ないですね。え、長くない？私アミポン着てそうなワンピースだなと思って。でも似合う。長い、私ちっちゃいから。ピンク、ピンク、あ、すごい、人類がいっぱい。めっちゃ人類だ。ちょっとこれやっとこうかな。第一候補に。でもちーちゃん、他のすると思う。何を羽織ったらいいんだろう。上何羽織ればいいの？寒いよね。寒いよね。カーディガンかな。わかんない、わかんない、わかんなくなってきたな。本当にかわいい。これにしようかな。ベレー帽、ベレー帽。
こちらは遠くでも心はつながってるよっていうのをコンセプトにやってるんで、ずっと通じ合ってる中で相談したしてる中で今こうして個人で選んでるんです。ちょっとゆるっとしたジャージが、スカート、スカート、コーディネート決まりました。どう思うのかね、試着して見てみたいと思います。見てください。服が好きなのでメンズのコーナーを見て、この大きなシャツを手に入れました。萌え袖チェックのシャツのお値段は1980円。結構厚手なのに安い。トミーフィルガーの T シャツなんですけど、2980円の 50% オフです。このスカートがじゃん280円です。やば。帽子も280円です。イヤリングが480円です。以上です。黄色いニットに一目惚れして、私もした一目惚れしていつも着ないような色のあるものがいいなと思って黄色を選びました。このニットが未勝利です。3980円。このスカートが480円の 50% オフで240円でこのイヤリングが480円です。はい、大人っぽい。ジャージがちょっとゆるいカジュアルないい味を出してるところですね。これ脱いでも袖が結構可愛いんですよ。人がいっぱい書いてある方、5800円の 50% 半額。こっちのジャージっぽい感じのものはこれを1480円の半額。このイヤリングが980円でどっちもつけてて、ありがとうの指輪が480円となっています。多分超えてます、すいません。イギリスに留学して張り切っちゃったとこです。しに行って上は2キュッパです。スカートは1キュッパです。このメガネが4ハッチです。似合う。好きな部分はやっぱこのレースに惚れた。もうこのレースに惚れました。4800円の 20% セール。ベレー帽が780円。おお、はい、これが480円と480円で1個なければうんって5000円。だからいいんですよ。お買い物が終わりましたけど、どうでした皆さん。いやもう時間があっという間。古着屋さんはね一点だし、なんか可愛いもの見つけたり、あと安かったりしたらすごい宝探し気分だから、すっごい楽しいですね。学生もねこう買えそうな、こう値段コスパがいいっていう、めっちゃ安い、すごいいい魅力だと思います。まあ私たちもこうやって選んだわけだし、この服を着てイベントを、あ、でもやりたい、ライブはい、やっちゃいますね。シスターライブ、ライブなんかね、新鮮だよね、みんな、うん、新鮮、そうだね。そうだね、皆さん楽しみにしててください。トレファクスタイルさんは関東関西に50店舗以上お店があるみたいなんです。すごい。なので皆さん、私たちみたいにね、ぜひお気に入りのアイテムを探しにお近くのテレパクスタイルさんへぜひぜひ遊びに行ってみてください。それでは以上、私たちあなたと生きる学習長ロッカジャパニカでした。バイバーイ。